反面純組コード純チャンネル、お目にかかるためは紐が引っかかりましたよ。ここに充電器入れてるからそういうことになるんですよ。どうもタンメンです。ジュメです、お願いします。さあ梅吉、もうこんなことになりましたけど、そのオープニングからガチャつきましたが、逆だからじゃないですか、充電が。確かにさあというわけで今日は、横浜にやってまいりました。天が倉庫で、こっちが海、はい、海でっていうことになりますが、まあプラリ旅で今日は横浜のなんか普段ロケでしか行ってないけどプライベート感を出すんだったらまあいろいろあると思うんで、ちょっとプラ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 しましょうか。お願いします。大体オープニングここなんですよ、番組のイメージあります、視聴者として。ほんでこっから大体もう移動するんですよ。横浜をやっぱロケで以外であんま来たことないんで、今日はちょっと行きましょう。とりあえず横浜といえばここじゃないかなと思って。高岡壮介って言ってたもんね、昔。誰がですか。俺が高岡壮介のことをってなった時にタピオカ持ってタピオカソースケとかよく言ってた時代が、ほら今の時代じゃないか。だからブームが何回か来てるんだよ、タピオカの。そういうことですね、うん、もうあの中華街のあの門の真下のところめちゃめちゃ昔を引くぐらいロケで買ってた甘栗がある。もう栗ってもう、あ、一番好きかもしれない、これ。え、栗がですか。だって俺、渋谷のスクランブル交差点にある栗屋さん、甘栗屋さんあるの知ってる？天使甘栗。国民ドラッグのすぐ横に。え、あの渋谷ですか。そう、スターバックスの、はい、右側、スターバックスをこう真正面にしたら右側の、はい、方の歩道を歩くと甘栗屋さんある。でロケに行くのはここの横浜大飯店の杏仁ソフトクリーム。ちょっとメイン通り行ってみる。あとここはもう引くぐらいロケです。久しくまたここ通り通ってないのが変わった。小籠包やこれ多分。あ、ここか。これも俺行ったわ。あの油にバーってやってで立ち食いすると一番いいパターン。え、こんなあったんや。ベビーソランド？ベビーソランド。手作り食べる。え、中で作ってたん？はい。占い？こういう。ああ。占いとか。中華料理。ここは？サンチェンパオ。ほら、これもあれなんじゃない？いわゆる焼き小籠包。フカヒレスープもあるよ。ない。食べたことないやつ食べてみるじゃん。せっかくなの。うわ、ここ美味しそうやな。崎陽軒めっちゃ美味しそう。崎陽軒ってあの崎陽軒。そうか。まさに。弁当であるやつ。そうです。これうまそうだな。マンフーチン。ドンがチンって読みます。ほんまやな。あー、うまそう。おいしまいちゃん。いける。はい。ワンフーチン行ってみる。焼き小籠包ここ食べてみようか。じゃあ、中華街ってこうやって食べる。ロケの時もそうやな、店の前で食べたりしてるもんな。食べてみよう。もう尋常じゃないって。食べれるような。アツシャじゃないって。って食べるもんアツシャじゃないって。慎重じゃないやつだって。フライパンつけてもらって一緒。フライパンを熱して中華鍋をつけたのと同じ温度。うまっ。
そういう、うまい、おいしい、おいしいな、おねぎじ、いけた、あ、そう、うまいな、大体どこも同じ味なんだろうか、そもそも。だと思いますけど。なんかちょっとあの次いる来るまでに多分8店舗ぐらいもあったもんね。はい、ありました。で目の前にもあるし、また上海ションロン。いや、30店舗以上あるんだ。暑いよ。だってあのな、鉄板と同じような温度だったもん俺も。今ので大体中国の半分ぐらい食べたのと同じぐらいじゃないかな。結構あったよ、がっつり感は。うん、確かこっち側の方だったような気がしたんだけど、違ったっけ。何がですか。なんか以前にかまいたちとチョコレートプラネットのロケに来たところがなんか近くにあったような気がしたんだけど、なんかこういうような似たような道が、はい、しかも駅からめっちゃ近かったですね、帰り。あ、駅行ったわ、一緒に行ったじゃん、電車で1時間ぐらいかけて新宿に戻りました。戻った、あれ、だから駅は絶対近いと。そうやそこにちょっと顔出そうと思ってたのに行けないんだよね、その場所に。あ、梅吉、はいはい、梅吉、はい、これ右じゃない、違う、全然違ったりして、違うと思います。違う、あ、そうじゃないですか、あの奥じゃないですか。なあ、あの奥じゃない、全然違いますじゃないんだよ、ね、だから言ったじゃんって。なんか俺すぐ出て帰った気がする。そうじゃない、マークさん、めっちゃ中華街にいる方が顔刺される。確かにね、中華街で本当に大人気で、あの特にこの横浜中華街と神戸の中華街、行ったらですね、タンメン、中華街タンメン、タンメン、あった、あれです、どれ、あの、ロー、漢字がちょっと読めない、え、これ、ローペキ、はい、あれ、これだ、そうです。ちょっとあの撮影でちょっと形変えてたかもしれない。ここです。こんにちは。あ、すいません、私、そう。あそこいた。お世話になりました。カニアオニーいわ。あ、カニアオニーいわ。あ、もうわかりますね。誰がまずいの。いや、なんか言ってたな。誰だったっけな。おさだ。濱家が出てたね。はみ出てた。そう。あ、いいですか、すいません。こんな中華街でワンちゃんに出会えると、かわいい。
中国は、中国が2回、ロケ、共に。あ、でも中国っても中国の本当の本土の方と、香港と上海と、もう全部ブラーンとして、最後お土産をゲットして終了いたしますというわけでございまして、以上でございます。おめえらが見ねえわけだ。2位ありがとうございました。